それでは今日も無人島生活始めていきましょう。新しい島民のハーチクさんにご挨拶にお伺いしたいと思います。見たこともない人の影がありましたので近づいて話しかけてみました。お名前はデックスさんというようです。どうやら虫に釣られてこの島にやってきたようです。虫に関して言えばこの方に売った方が高く買ってくれます。銀ヤンマを3匹捕まえてきましたので試しに作品を依頼してみたいと思います。そして昨日買った株の今日の株価を教えてもらいにやってきました。お昼を境に株価の変動が見られました。しかし現状では買った時の値より低い値段がついておりました。移住者を増やそうと移住者用の土地の確保を狙っていたんですが、現在の状況ですとあと1軒建てたらそこで一旦移住者の受付は終了するようです。おそらくですがこれ以上増やそうとするともっと公共インフラを増やさないといけないようです。しずえさんも公共インフラの重要性を説いていました。お金がいくらあっても足りないですね。
移住者用の土地を確保したので離島に行ってみました。そこで居合わせた大志さんという方に移住を持ちかけてみました。移住者が増えないことには島の発展も見込めないということで、ここで公共インフラである坂を設置しようと思いました。しかし当然ながら安くはありません。坂の設置場所を決定しました。結構幅を取るもんですね。そして早速募金をさせていただきました。できるだけ早く募金を集めて坂の完成を目指したいと思います。ここからはいつものターンになります。お願いですからマンネリと言わないでくださいね。
いい感じに探す。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それではおやすみなさい。集まれ動物の森で無人島生活、今回で19回目になりました。毎日更新するんですけども、ほぼ同じ内容で飽きられてしまうんではないかとちょっと心配してるんですけども、今回はですね、デックスさんという方初めて登場されました。大変虫に執着しているような感じの方ですね。あとはインフラですね。とにかく移動が楽にならない限りは島の発展も見込めないでしょうからね。ほんとお金がいくらあっても足りないです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは今回はここまでにしたいと思います。失礼します。